こんにちは、三田光介です。今日はポップミュージックライブリーというパソコン版のポップミュージックのベータテストが今日開始になったので、これを遊んでいきたいと思います。ポップミュージックというのは、1998年から、ゲームセンター用のアーケード音ゲーとして稼働しているもので、今年の9月28日で22周年になる歴史のある音楽ゲームです。で、ちょっとね、ボタンが9つあって難しいかなっていう風に感じている方も多いかと思うんですけれども、実は簡単の方の譜面では中央の5つしか使わないので、ぜひ今回のパソコン版を機にね、遊んでみてはどうでしょうか。ではまず簡単な譜面をね、ちょっと1譜面やっていきたいと思います。 Are you ready?こんな感じですね。連は9つ表示されてるんですけれども、中央の緑、青、赤、青、緑の範囲しか使いません。 EG 譜面では、あ、 EG 譜面でも使う譜面もあるんですけれども、今回、体験版で遊べる5曲のうち4曲 EG 譜面があって、そのうちの3曲が中央の5つしか使わない譜面になっています。キーコンフィグは白、黄色、緑、青、赤、青、緑、黄色、白という本来のボタンの配置と似たような形になっていますね。今ここでボタンを押したタイミングでシャンシャンという効果音が鳴ってると思うんですけど、これは消すこともできます。またコナミの音ゲーっていうのは判定が厳しいみたいに思われている方もいるんですけれども、一番上のクール判定、このポップンではクール判定っていうのが一番上なんですけど、その判定は狭いですけれども、グッドまでコンボがつながるまでの判定は結構甘かったりするので、意外とやりやすかったりします。それではちょっと難しい譜面も一つやっていきましょう。今回5曲収録されているんですが、その中で一番難しいのはこの曲のエクストラ譜面なので、これをやっていきたいと思います。難しい譜面をやっていく時の注意点として、キーボード、ゲーミングキーボードとかコントローラーを使っている人は大丈夫だと思うんですけれども、普通のキーボードだとどうしても反応しない同時押しというのが出てきます。それを逆暗密して処理していかないと同時押しが反応しなかったりするので、それを注意しながらプレイしないといけないという感じですね。例えば僕のキーボードだと、ここの4つ押しは反応するけど、ここの4つ押しは反応しないとかいうのがあるので、この4つ押しを押すときは同時にではなくずれて押す必要があります。
はい、というわけでクリアしました、そんな感じでですね、ちょっと普通のキーボードだとなかなか遊びにくいんですけれども、そのちゃんとあの動画の同時押しでも反応するキーボードを持っていたりとか、あと普通にポップミュージックのコントローラーを、パソコンにつなげる形で持ってる方っていうのは、結構普通に本格的にポップ遊んでるような感じで遊べるんじゃないかなと思っています。はい、今回ポップミュージックライブリーポップンのパソコン版遊んでみた個人的な感想なんですけれども、思ったよりしっかり遊べるなという感じで、結構正式リリースが個人的には楽しみですね。今までちょっと難しそうでポップンできないなって思ってた人もちょうどいいんじゃないかなと思います。これから入って慣れていったらアーケード版に入るっていうのもいいのかなと思ったりします。それではこの動画はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。